徳川家康の長女亀姫は、夫の奥平信政が亡くなると、出家し、聖徳院と号しました。そして、若くして亡くなった、長男家政の後を継いだ、家政の長男、奥平忠政の、後継役を務めることになったのです。家政は、宇都宮城城主でしたが、忠政は、わずか7歳と幼かったため、下総、古河藩に転封されることに、代わりに宇都宮城城主となったのが家康の側近を務めた本多正純でした。正純は亀姫の娘婿の父を失脚に追い込んだ人物で、亀姫は彼を憎んでいました。亀姫は江戸幕府二代将軍となった弟の秀忠に、正純が城に釣り天井を仕掛けて秀忠を暗殺しようとしていると告げます。これを受けた秀忠は正純を流刑に処して改易させたのでした。